はい、皆さんこんにちは。 TI からのプライスと申します。はじめに謝らせてください。申し訳ございませんでした。っていうのも、何を謝らなきゃいけないかっていうと、先日ですね、サボ落ちグリッチが修正されたっていうふうに動画内で話しました。で、こちらに関してはですね、実際その動画を上げる前日にですね、リスポーンの PAV 氏から、このようなツイートがされまして、この、Xbox のエクスプロイトを用いたサボ落ちグリッチは修正されましたっていうふうに、ここで発表されました。しかしですね、なんと、今回これ2回目の修正だったんですけども、今回ですね、こちらが修正されていなかったんですよ。で、実際にそちらの証拠映像をご覧いただきましょう。どうぞ。ちょっといいかこれ。ナイス。それ終わってるわ。あと一人、あと一人。待って待って待って。とりあえず待ってるよ。うわ、え？もうだるすぎやろ、ほんまに。マジでだる。全然やれたやんけ、これ。マジでキモい、これは。おー、どういうことやねん。こいつらだなぁ、こいつらだなぁ。マジだるいわ。いや、これはマジでだるい。はい、このようにですね、まあこちらのサボ落ちグリッチ、なんとですね、14時間前の放送においてもですね、まあこんな感じで治っていないことが判明しました。これね、まあ実際僕もですね、開発者のツイートを元に、動画を作っているんですけども、今回こちらのね、グリッチが修正されていなくて、で、誤解を招いてしまって申し訳ございませんでした。で、こちらなんですけどもね、まあおそらく、まあ現在ですね、同様の全く同じエラーが書かれておりますので、だからね、まあまた同じ修正作業を行うと思うんですけども、しかしですね、今回もしですね、次の修正で修正されなかった場合、なんとですね、まあ4回目の修正も到来することになります。だからね、まあこれ、まあ結構ですね、ランクマッチにおいては、もう本当に RP も下げられるっていうとんでもないグリッチですので、だからね、こちらが本当に早く修正されることを願っております。はい。っていった感じで今回の動画は以上となります。こちら TI からのプライズがお送りしました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。